水野真嗣くんです。どうもこうか今日はですね、まあ、ドラフト TV の、まあ、はい、各選手の道具紹介というところで、はい、ちょっとジムにやってきました。ああ、わざわざありがとうございますそれでまず今日はバッティンググローブ、はいはい、まあ、藤田の使っているバッティンググローブ、はい、まあ、どんなの使ってるのかなっていうのをちょっと見たいなと思って。結構そうですね、その日によって気分違うんで結構コロコロ変えてます。結構持ってます。結構持ってる。そうなんです、あのいいのがあったなと思ったらその場で取って買っちゃったり、ネットですぐクリックしちゃったり。すごいねしてますね俺は1個しか持ってないけど。いや、そうっすか、まあ、とりあえずざっとその辺にあったの集めてみたら。じゃあちょっと並べたやつなんで見てみましょう。すごいねこれは。あ、これ知ってるわ。左右が違くて、で、うん、主にアメリカでこのメジャーリーガーも使いながら、あのアメフト選手、アメフト選手もが使うので、ちょっと普通のに比べると値段をするんですけど、でしかもこれはバスケットチームのレイカーズカラー。レイカーズカラー、うん、バスケットってアメリカ？アメリカバスケ、 NBA のバスケット。すごいね。え、これ何、もともと色違いで売ってるのか。もともと色違い。おしゃれっすよね。すごいな。両手で色違いを売ってる。これに惚れました。これはいや、こんなのすごいね、うん、これ隣は何、隣これはイーストン。イーストン、アメリカブランドで。あ、こっちもイーストン、ね、こっちもイーストンで、イーストンが最初日本になんかあれかな、最初ちょっと出始めた頃にもうすんごい好きになって、イーストンで、こっちもすごいね、これ、これイーストン、イーストンですね。もうアメリカ星ついてますからね。ああ、そう、俺アメリカ大好きなんですよ。USA、 アメリカすごいもんね、これね。後ろにもアメリカあるし、もうこちらも何だったら銃みたいなのあるしね。すごい、アメリカ、アメリカでも、アメリカなんで、 USA カラー、 USA の人みたいになってるじゃない。もうすごいね、これグローブ。ちょっとバッティンググローブからちょっとグローブいっちゃうけど、これ、あ、ごめんなさい、まだすごいね。これはまたグローブそのうちまたやりましょうよ、これ。すごい、これ、あ、これナイキ、これナイキです。あ、ナイキ、これナイキシリーズで、これ、これあれだね、この間ね、すごいね、これ。そう、こっちベイパーで、こっちフォースで、で、まあ、その前にちょっと国旗デザインの、またこれはどっちかっていうと、これはもうこうした時に手のひら合わせると、え、アメリカン、すごいなこれはあの、俺すごいしか言ってないよ多分。アメフトとか、あとはロードバイク系の人も使ってるグローブですね。ロードバイク系が、え、これ野球用じゃないってこと？そうですね、結構アメリカの人たちは、高校でも大学でも一つの部活やらないんで、アメフトとかバスケット、野球をワンシーズンとかにみんな一つの部活入んないんで、いろんな可能性を高めるためにいろんなやるんですよ。すごい。じゃあ日本だったら高校野球しかやらないけど、じゃなくてこのオフシーズンは今度バスケットみんなでやるとか、そういう国なんで。だからもういろんなのに使えるような、そうです、素材になってたり。そうです。まあ、ちょっと人によってはちょっと材質がこう野球やるときはちょっと分厚いかなとも感じるかもしれないですけど、私はあの何も気にしないんで、アメリカのものをまとってるだけで十分なんでいや、それやっぱアメリカおしゃれだよね、これもう全部見てもね。そうなんですよね。これなんかはすげえおしゃれ。あ、特にこれは青を2つ買って、赤を2つペア買って、うん、ただ交互に使ってるだけなんですよ。すごい。カッターズのやつはさっきも別々、これはもともと最初からそういうの でこっちは青、赤のペアを買って、青のペアを買って、うんってやってるやつ。これもこの間もう片方、そうなんですよ、これのもう片方のペアをこの間ね、あっぱれさんと戦った時に、あのライパチさんが、これをライパチさんに、そうそうそう、ライパチさんが、ライパチさんがおしゃれな使い方してますねって褒めてくれたと思ったんで。いや、嬉しいよね、うん、びっくりだね、本当に。で、ちょっとぜひともライパチさんにってことで渡したの、使って、俺とペアになっちゃうんですけど、使っていただいたらってことで渡しました。でもライパチ多分よく見てるよね、そうなんですよ、あの外野から見てくださったんで。外野から見てるってすごいよね。そう、それとライパチさん何かって言ってたんで、何か、その前に、あ、まだ変わってない。その前にコーヒーね。あー、カフェイン。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 カフェインの説明今後するんで。じゃあ、じゃあ、じゃあ、ですわ。え、ちょっと、ライパチって書いてあるんじゃないですか、俺。はい。ライパチさん、これ実際に使ってたやつ？ライパチさんなんか俺、みんなに誕生日にもらったやつらしいっすね。え、どういうこと？なんかね、さらっと誰かから聞いたんだけど、これ、ライパチさんの誕生日になんかもらってたの
違うかな、ライパツさんみんなに、あ、言ってた、ライパツさん誕生日にみんなからもらったやつなんて。え、アッパレルの皆さんがライパツさんにあげたやつをライパツさんはあげたの？ライパツさんが私に、あの、これはもう友情の証かと。めちゃめちゃ特別じゃん。いや、友情の証かと。いや、この間動画で福島の魂よなんて、そうなんすよ、すごい取り上げてもらって。あれは結構あれですよね、皆さん心に熱いものありましたよね。いや、熱いね、もうあれは本当に福島県民としては最高に嬉しい。ちょライパツさんのちょっと、もうちょっと近くに、ライパチ、はい、水のね、いや、皮柔らかいっすよね、これね。裏は、裏もかなりこう、使い込んでるというかね、うん、ライパチさん的な感じですね。バット振ってるなっていう感じの。そうですね、すごいね、今日バッティンググローブっていうところで。そうです、有効の証かと。このすごい、これ種類いっぱいあるんでね、これまだまだ、でもこんだけあっても全然、実はまだまだ一部なんで、ま、すごいね、はい、いや、すごい、これ使い分けるなんかあるのかな、これ。あの、本当に気分で、じゃあ気分ですね、色使いた、ね、使いたい色とか。そうそうそう、今日ちょっと、試合でピッチャーならリストバンドとかそういうのでおしゃれできないんで、その分バッティングローブでちょっと垢抜けようかなみたいな。今日は打者ならいろんなもの装飾するので、うん、ちょっと地味めの黒のベイパーでいってみようかなとか、そういうのもあり、勝手に決めて、打てるか打てないかは自分次第です。マジで。まあそこはね、そうなんですよ、そこは恥ずかしながら、そうなんで。すごいね、でもこれだけ揃えるっていうのは。で、今後あのいろんなとこでいろんな選手と戦って、うん、もし、うんうん、ちょっといろんな人と交換できればいつも持ってってるんで。すごい、じゃあ、まあ、みんなもなんかこういう道具をね揃えながらこう野球をこう、うん、楽しんでほしいなと思いますよね。そうす、気軽に声かけてもらえれば、うん、我々も野球が好きなだけなんで。すごい、じゃあ今日はバッティンググローブっていうところでね、はい、また違うのなんかいろいろあったら教えてください。そうですね、近いうちまだまだあるんで紹介させてください。じゃあバイバイ。はい、ありがとうございました。